こんにちは。こんばんは。これ繋がったのかな。今日はね、皆さん、ももちゃんと一緒にコラボで配信していこうと思います。はーい。こんにちは、皆さん、こんばんは。こんばんはだ。こんばんは。ごとよめだ。にのだよん。どうもどうも。こんばんは。くるくるだ。そう。今日は髪の毛くるくるなんです。どこのリップ使ってますか？ニベア。でも色はつけてないですよ。これ自分の元々の色です。はい、こんばんは。んー、あ、ゆうたろうくんが見てくれてる。お久しぶりです。相変わらずのオタクや。まあ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 オタクですね。そうですよ、アニメ大好きなんでね。僕アニ様も3日間行きましたからね。ももちゃん来るかな。ももちゃんももちゃんももちゃん来てないのかな。ちょっとももちゃん来たらみんな教えて、教えてね、みんな。パーマかけたの？かけてないです。巻いてます、これ。アニメ好きです。何オタク？アニメとかバンドとかが好きです。これは、今日、ロッキン T シャツです。髪の毛くるくる。どうもどうも。ももちゃん来るかな？質問、あ、質問も来てる。はるくんの可愛いところを教えてください。顔。いっぱいありますよ。やっぱ、うん、なんかすごい頑張り屋さんのところも可愛いですし、人懐っこいところも、ずっとボケてるところも可愛いですね。好きなバンド教えてください。最近はね、ずっとマルシーばっかり聞いてるかも。マルシーと、あと、バンドリの新しいグループの迷子っていうバンドを聞いてます。顔。え、ももちゃん、ももちゃんリクエスト送ってる？あ、来た来た。来た来た。ももちゃん、来た来た。え、承認したよね、僕。入って。はい。あ、びっくり。音でかい。びっくりした。ごめんごめんごめん。僕はマックスにしてた。お疲れー。お疲れー。どうもどうも。どうもー。はい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 。どうもー。あれ、髪かっこいいっすね、今日。あ、ほんと？ありがとう。今日はくるくるで。めっちゃくるくる。ちょっと。風呂上がり。風呂上がりなんだ。風呂上がりでもう、これの状態なんだ。これドライヤーしなくてもクセっ気なんでこれなんですよ俺。へえー。もちゃん今日も可愛いね。やドラクも可愛いよ。え、ありがとう。ここでギャルギャルいな。BL みたいなんか。BL、やっほー皆さん。はい。BL っぽいね。BL っぽい。そう。僕と春はね。うん、そうね。あ、そう、僕とさ春。二人で、春太郎って呼ばれてるんだけどさ、はい、ももちゃんと二人だったら桃太郎やね。確かに。それ考えてたんですか、ずっと。
ずっと考えてはないよ。今ひらめいたんだよ。そう、皆さん、桃太郎です。2人合わせて桃太郎でーす。桃太郎でーす。どうもどうも。どうもどうも。ねえ。いや、あーねー。桃太郎や。桃太郎や。そう、桃太郎です。皆さん、つぶやいてください。桃太郎で 日本語ちょっと 桃太郎でつぶやいてくだ桃さ太い。郎で。はい。ケンタロウくん、うん。4話見ました？あれ、ネットフリ見ました？見てるよ、もう全、まあ、見た。4話面白も、うん。4話も、これ4話も見見た、た。昨日。いや、おもろいね、4面話白も。いですね。なんそかしいてつもなん5。か、そう、5。5も楽しみだよね、5は楽しみです。何も言わないですあけれどはないね、です。みんなには。まだ見てない人もいると思うんですけどね。まだネタバレだは言えから、ない。4話5話のね、勢いすごいっいすや、すよ、ごマジで。いですよね。普段学校が舞台だけど、ちょっと飛び出していろんなとこ行くから、見てて楽まあ、あんましい。詳しいことはいや、そう、あんね、ま言えりないですけどね、言えないですけど、勢いすごいですよ。言えないから。そして3話もね、3話3話はも、本当に面白いですもよ。う、面白いっすよ。3話面白いですあ、よ。ショッピングモールね。あ、ショッピングモール。3話も面白かったな。でも、今日放送だからあんまネタバレ言えないけど。そう。ただ楽しみにしておいてくださいという感じで本す当に、よ。本当ヤに。マトーっていう感じですよね、ね。3話は。そうね。保坂とヤマト小ー。坂ヤマト。3話の見どころ。クセルも可愛いし、アーミアも みんな可かわいい。愛いし。いいよね。なんか高校が舞台だからさ、すごいみんな、めっちゃ可愛いよね。見たかめっちゃ可愛いみんな。みんな可愛い。みんな可愛いっす。みんな愛おしい。もう、みんな好きになってほしい。本当に。キャラクター。いや、キャラクター、なんだろう村ね。田も含めてみんな可愛いっす。そう。やっぱこう、ね、原作者さんのね、先生が、やっぱり、一人一人のキャラクターをすごいなんか、愛してるというか、すごい、なんか多分こだわって、こう、キャラクターを作ってるのがね、すごい伝わるから、こう、僕らもね、演じるときはね、やっぱそ楽しの、かったね、演じてて。キャラクターへの愛をね、そのままやりたいなっていう気持ちでやってましたよ。言ってましたよ。ヤマト。はい。ケンタロウ君は普段めっちゃニコニコなのに、ヤマト入った瞬間、スッて変わるじゃないですか。そうね。あれ、現だ場で見せから、てすごいなと思ってた。ありがとう。でもさ、なんもうさ、スンってしてるんだけど、みんながすごい楽しそうな時とかめっちゃ羨ましいけど。混ざりたい。確かに。だって現場で一番ニコニコしてたもん、健太郎くんが。本当。めちゃめちゃ。でも楽しい現場だったもんね、すごい。しかった、めっちゃ楽しかった、本当に。ね。なんか、いや、今日はね、ももちゃんとゆったりね、配信をしていこうかなというふうに思っています。美香先生いる？美香先生いるって。こんばんは。こんばんは。天宮でーす。ヤマトでーす。こんばんは。でも、前回4人でやったんですよ、ライブ。ああね。もう本当になんごか、めんね、いけなくて。全然、もうすごい楽しかったんですけど、本当みんなわちゃわちゃしすぎて超グダグダだったんで、やっぱ1いや、対1の方が喋りやすいですね、本当に。そうね。4人、難しいよね、やっぱ。4人難しかったです。楽しかったですけどね。ちょっと時差あるからね。あ、そうなんです、そうです、そそう。うで難しいよね。す。だからいつなかか5な人でやったら大か変なことになりそうですね。に。インスタライブって5人でできるのかな？え、わかんないです。ど4う人なんまだでろうなね。わかんないけど、どうなんだろう。グダグダだったってい。グダグダだった。コグメンダだったトよ書いね、て。みんなね。本当ね。大丈夫。春と2人でやった時も結構大変なことになってる。めっちゃ見た。初インスタライブでね、ちょっと盛り上がりすぎちゃって、もうドラマの話、ほぼしないで終わっちゃってね。まあ、初回なんでそういう時もあるよね、みたいな感じで終わったけど。あ、インスタライブって4人までなんだって。あ、そうなんだ。あうん。ら、じゃあ、まあ、5人、できないんだ。5まあ、人で集まった時とかに？最悪、誰かここに、そう、2こ人れで。で。誰か2人でやれば。誰たらいけるって。
なんか撮影の裏話とか話したいな。ああ、いいね。なんか意外とみんな言ってないけど、俺が裏話で好きなのは、みんなスタッフさんって役名で呼ぶじゃないですか。でもなんか、あだ名あったじゃないですか。俺、天海って呼ばれてて、奄美って呼ばれてたね。あと、レオ君はホサピーって呼ばれホてサたりピしてて、ー。ホサピー、あと、かけるっち？ケンタかロ君けなんるて。ちった。あ、じゃあ当ててみてください、皆さん。ヤマト確かくん、現場で、なんと、なんて呼ばれてたか。呼ばれていたでしょうか。これは難しいです。難しいよね、これ。確かに、奄美は分かりやすいもん奄美はね、まあ結構、な。そのままだからね、割と、奄美も。ホサピーは分からないか、でも。ホサピーは、ホサピーは何だろうね。ヤマちゃん、ヤマくん、ヤコマブちちゃゃん。ん。違う。あ、でもヤマちゃんもね、ちょっと呼ばれてた。泉さんがヤマちゃんって呼んでた山ち気ゃん。がする。山本。大原です。大原です。山本じゃないです。いや、これね、多分ね、正解出ないと思うんだよね。でも、ヤマピーが一番惜しいのよ。山太郎っす。山太郎っす。ヤマピー惜しいね。山太郎。ああ、僕と混ざってね。確かに、それも可愛いね、なんか。そのままヤマト。ヤマトって呼ぶ。オーパラ。可愛いな。オーパラかわいい。じゃあ、正解はね、僕、現場でずっと、ヤッピーって呼ばれてたんですよ。ヤマトからなぜかヤッピーになっヤッて。ピー。絶対当たんない、ヤッピー。当たった人いるかな？ヤッピー。ヤッピーって書いた人いないでしょ、さすがに。いないかな？いなさそう。いなさそうだいね。なさそうだあ？ね。いや、そう、ヤッピーって呼ばれてて。そうヤッピー、ヤッピー。そうそう。ヤッピー。ヤッピーとヤッピー、かけるっちヤッピー、ヤッピー、もうちょっとこっち。そうそうそう。かわいい現場ヤッです。ピーって呼ばれてたんですよ。なぜか。まあ、これでもね、理由はあるんですよね。ヤッピーの。あるんすか？まだね、これはだって、あれでしょ。あれ？だって、だ言えない。1、2話で。いや、そのうち、ドラマを見てたら、ヤッピー、これかって、こっからヤッピー出てきたんだっていうのが出てくると、思います。いいあ、ときた、いいこっとからヤッピーねって。なぜかそれが僕の呼び名になってしまったっていうところでね。ヤマ多ト分、関係ないっすね。あ、ヤマやト全然関係ないところからヤッピーが生まれたんですけど。楽しみに、そこは。そう、でも気づい探してたな、くみださい。あ、あいつら言ってたのこれかってなるんで。これがヤッピーかーって。これがヤッピーの語源かって語源なるときから出てくるから。そうそうそももたくちゃん、お洋服増えた？だって。よすく、ごいね。そうなんですよ。ここ今、いつも大体ライブ配信ここでやってて、ね、ただ、なんか TikTok とかもね、そこで撮ってるもんね、よく。ここ以外映せないぐらい散らかってるんで、部でも僕も一番マシなところ選んでこれたよ。僕が今見えてる側の、そっち側？そっち側の世界はやばい。めっちゃいいでしょ。そっち側の世界こっちが。はね、やばくてね、みんなこれでなんか、オタクオタク言うけど、逆側もう、見せられないレベルの、フィギュアたちが。ケンタロウ君アニメ好きだからフィギュアいっそぱいあるんだ。う。フィギュアとアクスタがそっち側にズワーってある。そう。だからね、あっち側見せられないんだよね。い 気やー、になる。気にちょっなとる？遊び行こう、今度。いやー、来て来て。いいな。やー、そうなん、外亀にしてみよう。アホアホ。やばい、本当にもう、本 当に映せもないよ。う。あー、でもね、そう、アクスタ並べてんだけどね、自分のアクスタもいるのよ。ちょくちょく。いいな。だから、推しのキャラと推しのキャラの間に挟まれて、すごく幸せそうな顔で 今、アクスタ、自分のアクスタが立ってます、そこに。それ、ヤマトですか？ヤマトはまだね、飾ってないのよ。そうなんだ。なんか、ポップアップ、なんだっけ、展示会みたいな、最近やってるじゃない。なんだよ。今もあれ、やってるよ。
今もやってるよね、あれ。みんな、行く？行きたい。僕もね、行きたいなと思ってるんですよね。多分どっかでは行くと思うんですけど。さあ、どこで行くか、みんな。みんなで行きます？ 確かに。みんな毎日ポップアップ行ってたら会えると思います。多分5人ぐらいでぞろぞろ来るかもしれないから。そうそうそう。やばい、目が痛い、なんか今日。髪の毛入ってるんじゃ髪の毛入ってこない。ない？ なあ、かわいい、あ、かわいい。毎日通ったら会える説。いや、毎日一日中いたら絶対に会えるじゃないですか。待ち合わせする？しません。すいません。皆さん、ポップアップ行きましたか？も、行ったって行っ人た結か構な？ね、結構、行きましたってこう、アクスタの写真とか撮ってる。くれてる人とかね。な、メンションしてくれるから、ストーリーとか。ね。そうそうそう。僕もメンション見てるからね。俺も見てますよ。たまいに、やケンタロウくん、なんか、桃太くん、ケンタロウくん見てくれてありがとう、みたいなの、流れて。ん。あ、ね。ケンタロウくんもめっちゃ見てると思って。そう。僕もめっちゃ見てるね。俺もめっちゃ見てる。めちゃめちゃエゴサもするし。気になるよね。気になる、君には届かない？検索しましそた。う。君には届かないはやるけど、桃太くんとか、俺桃はやっ太たくんこみとたいないでです。は、自分の名前は、そうなんだ。メンションしてくれたら見るけど、自分から検索して。そうなんだ。見ます？めっちゃ。めっちゃ見るよ。僕の検索履歴、前田健太郎、健太郎とかいっぱい。あ、やべ、今ので前田健太郎と健太郎はエゴサしてるっていうのがバレてしまった。バレた。だからみんな書き込む、前田健太郎って。はい。マジで、悪口とか書いたら一発でわかるからな。覚えとくからわざと、な。わざと。覚えとくぞ。怖い山とか出てきたよ。闇の山とか出てきてしまった。危ない危ない。危ねー。今日もここみんな撮ってメンションしてくれたら見に行くんで、2人とも。はい。マジで目が痛い。どうしなてんですでしか？ょう。ギリギリなんとか。つないでおきますか？俺、いいっすよ、全然。めぐだ、っていいい、いと。けるいけるいける。髪の毛が入ってんのかな、さっきから。OK。スクショさえ、噛んじゃった。スクショタイムしてほしいだって。クッションタイム。いいですよ。なんか、ポーズとかやってます？スクッションタイム。やってる。この前、ハルとハート作ったよ、こうやって二人で。おお、い。きれい、ウィー。イェーイ。いいね。OK。皆さん撮れました？ちゃんと。取れたかな？上手って書いてある。ケチャ、上手でしょ。鏡見てきなーって来た。そう。ねえ、なんか入ってる？みんな、見て。みんな髪の毛入っ、見てあげて、そう。俺も見る。髪の毛入ってるかな？大丈夫？大丈夫か？大丈夫そうだけど、いいっすよ、鏡見てきて、全然。いや、いけるい20けるい秒けぐる。らいな。いけるいける。20秒、結構厳しいね、じゃあ。確かに、ちょっ20秒しかダメなんだ。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。と。皆さん、こんにちは。天宮役の百瀬です。声は聞こえるんだぜ、ちゃんあ、と。そっか。やばいやばい。ヤマトの秘密ばらすところだった。ああ、聞いてるかな、ちゃんと。スクショした、みんな。あ、スクショしてるって。お、君ないポーズなんか欲しいだって。君ないポーズ？そう君。そうそう、君ないポーズね。君。そっか。あ、帰ってきた。君ない、ただいま。君帰ないり。ポーズ。いや、もう結局目は痛いのは変わんないですね。無理でした。
大丈夫ですか？君ないポーズね。みんなで考君、えようよ。考えよう。うん。うん。君、君、君？き、あ、でも、君、君か君？ない。あ、君ない。ない。バない。ツ、なんだろう。でもあ君も入れたいよね。れ、決めれたい。あれはだから、なんか、二人で片っぽこっちでこっちとか、二人いないと振できらなれいるやみつたいになっちね。ああ、やっぱセットでね。セットになっちゃうな。どうしようでかもな。ね、それもね、セットでしかできない感じもいいよね。いや、確かにない。え、ちょっと募集しようや。あ、募君集なしいたい。ポーズ。君ないポーズ、なんか、あるかな、みんな。皆さん、なんか、つぶやいてください。なんか、写真とかで。これとかどうですか？みたいな。そんな感もしじかしたらで。採用するかもしれないです。確かに。そしたら次のインスタライブとかでまた、君ないね。ポーズやりたいですね。うん。人さ、ん？あ、片手人春。さ、片手指差しで片手グッと。グッうん。と。君、ニュートとか難しいな、これ言葉でさ。言葉めっちゃむずいっすね、これ。こういうことか。指、クロスからの、ハート。え、出てんの？難しい、難しい。やっぱ、難文字しい。はむずいわ。マジなんむずい、か、むずい。なんかみんなメンションして、顔あ、隠していいから、だけ、こんなんこれとどう？っか、て。めっちどう？みたいゃ見る。な。やってやって。で、さっきさ、コメントで、春が、振りやってくれたみたいなやつ書いてあって。みんな真似して踊ってくださいよ。ね、見たちょ、僕、い、踊ってみたい。ちょっと僕らはダンス担当、僕はダンス担当じゃないんで 俺踊れもないですけダンど。ス担当じゃないんで どうやってやってたっけ？なんか、最初、叶うなら、どうか、一秒だけ。で、長で、なんだっけ。何も聞かないで、隣に立っそて。う、タッチすんだ。言えない。最後。こうやってつ。他に何も望みやすい。こういうのもあったよね。あ、あ、あった。それ以上は言えない。言えない。ちょ、難しい。ちょっと、一回復習しないと無理だ。ないと、一回撮ったきり、もね。う忘れちった。でも、春が一や、生懸命考えてたそうから、そうもうそう。ダンス。いや、ね、僕らもね、踊りたいね。売りたいっす。みんな、ちょっとちゃんと、ちゃんと覚えてあげて。いや、それは本当に、ごめんなさい。いや、ごもっともです。もう本当にね、ダンス、やっぱ、苦手なんですよ。そう。ちょっと難しいね。難しいっすね。あと、あ、ドラマもそうだけど、あと、あれ、バベル。バベルね。バベル皆さん、も、バベルね。皆さバん見ベて。ル？バベルめちゃめちゃ楽しかったよめちゃね。くちゃ楽しかったです、本当に。いや、マジ本で、当に。もう、休日だったよね。いや、本当に、夏休みです、マジで。そう。なんか、ちょっと遅れた夏休みもらったよね。本当に、ドラマ撮影のご褒美みたいな。ね。めっちゃ、もう、撮影頑張ってよかったーってみんななったもんね。めっちゃ思ったです。朝から夜までずっと楽しかった。ねえ。めっちゃ楽しかったんでね、多分、見てくれたらわかると思うんですけど、なんかこう、僕らの普段の感じとか、多分、雰囲気が多分、一番わかるんじゃないかなと思うので ね。確かぜに。ひぜひ。バベルも見てください、皆さん。ぜひぜひ。予告も楽しそうだった。予告ね。予告楽しそ鐘う。のやつとかね。あ 予告で出てたあね。れ、みんなでやってたやつ。あれで。いや、マジで、皆さん本当に。皆さん見ぜてひぜひ。ね。みんな見てください。あ、めちゃめちゃ楽絶し対かった。楽しかった。そして3話も見てください。あ、3はもちろん。あと3時い間や、後ぐらい。そうね、3時間後ぐらいかね。いや、楽しみだな、僕も。いや、いつもさ、君ないさ、僕なんだかんだリアタイしちゃってんのよ。ちゃんと。ちゃんとリアタイしてるんだ。
ちゃんと取り値して、いつも次の日の朝めっちゃ眠い。いや、明日5時起きだから寝ないと、とか思っても気になっちゃって寝れなくて。気になっちゃう、わいかや、るぞ。見てるんだけどさ、もうさ、先行とかでさ、でももう一回ちょっと見とこうって気になっちゃってね。結局いつも見ちゃってるんですよね。で、いつも朝、エナジードリンク飲んで、撮影寝不足して。じゃん。そう、そうなのよ。いやー、そう、でもうも、ね、僕も一人のね、ファンですから、もう君には届かないのファンなんで、俺ももファンなんで。う。だから本当、みんなと今、インスタライブやりたいぐらい語りたい。ね、みんな見と、てるみんな。みんなと喋りたいよね。みんなとそ喋りたい。感想を。う。で、エゴサまでがセットかなって書いたの。いや、マジすごいですよ。僕、テレビ見ながらこう、ちょっと、え、こうリやっアて。ルタイムでエゴサするの？やそばすぎ。う。めっちゃしてる。もう、すごい早いよ。もうちょっとこうやって。めっちゃリロードしてる、こうやって。CM 入ったらすごそうっすね。そうそう。そうなのよ。いやー、マジで。前田君基本的に行動タイプがオタク。いやー、まあそうっすね。その通りだと思います。いや、そうなのよ。やっぱ本質がオタクなんだろうな。も確かになんか健太郎オタクっぽいっすよね。オタクなんですよ。だって、後ろのタオルとかも、結ロッ構あれですキン？か？あ、それ。あ、ロッキンか。ロッキン？あんまロッキンっていうの。ロッキン？ロッキン？え、ロッキンなんすか？ロッキンじゃない？わかんない。僕はロッキン。ロッ僕のキン周りだ。はみんなロッキンって呼んでるけあ、ど。じゃあロッキンだ。ほんとだ。今ちょっと微妙、いや微妙だったけどね。ロッキンだ。ロッキンだ。いや、副音声あったら絶対楽しいや、い。い楽や、しいですね。確かにね。でもね、僕、前、なんか、こう、放送時間と同じ時間にインスタライブとかやったことあるんですけど、なんか、難しいのよ。インスタライブも見たくなっちゃうし、テレビも見たくなっちゃうからね、ああ、そっみんなか。ね、どっち見ればいいんだろうってなってね、確かに確かに。結構大変だった確かからね、に。副音声は、まあ音声だけだったらいいけどね、こう、映像があっちゃうとやっぱね、こっ確かちもに。見たくなるし、あっちも見たくなって、みたいな。やっええー、ぱ、ロッ確かにそっキか。ンだって。え、ロッキン？え、ロッキン？ロッえ、キン？ロッキンって言ってロッキン？ロッ、ロック、え、どっち？ロックインジャパンフェスみたいなんじゃなかったっけ？そう。ロッキンジャパン。ロッキン。ロックイン？ロックイン？ロッキン？ロッキンじゃないでしょ。ロッキンですよ。わかんロッキンか。ロッ多分でも、キン、コメントをロッ見た感じ、キン。健太郎くん合ってる。そうよね。ロッ多分。キン？ロッキンなんだ。ほらー。うわ。ほらほらなんかった。最そう、後。音、あ、音、ま、音声だけだったらね。確かに。あ、ロニーアクセントだって。ロッキン。ロッキえ？ン？ロッキン？アクセントってさ、テントって。難しいんだけど、わかんない。後でおのおの調べましょう、ちゃんと。ね。難しい。わかんないっす。わかんないっじゃあす。みんな、メンションで音声送ってください。ロッキン。ロッキンかロッキロッキン。送っといて、決めるね、そしたら。イントネーション難しいよね。難しいですね。いでや、もまなんかだ、さ、方セリ言フないとからかは、な。方言がなかったから、2人とも。そうね。僕ら先春生、とかそ先生してたもんね、ずっと。あ、2人です。そう、二人で先生してた。春の先生やってた。そう。はい、これどっち？みたいな、聞いてきて。いや、こっちだよ、みたいな。2話の、あれ、それは言葉のあやっていうかっていうセリフ。あれは本当にずっと覚えてた。それは言葉のあやっていうか、ですって言ってたもんね。春が何回でも ああや、や、あや、あああや。や。あと、藤原さん、藤原さんっあ、てそう、春、藤原さんってずっと言ってた。いう。あ、難藤原しい。さん。そう、イントネーションさ、名前とかでも違うんだね。ああ、確かに。全然違う。ね。藤原。名前も違うんだと思って。あ、でも確かに東京。ね、学校とか、でも、関西の先生に、前田くんって呼ばれてたわ。前田くん。前田くんって呼ばれてた、関西ええー。を。
前田くんなんだ。前田くんなんだと思って。前田くんじゃないんだと思って。前田くん。面白いよね。なんか面僕らか白らするとさ、い。方言、羨ましいよね、ちょっと。羨ましいです、いや、本当撮に。影だと大変そうだなっていうのはめっちゃわかるんだけどさ。俳優だったらい大や、変そうだけそう。ど、でもうも、他の職業やったら羨ましいです、マジで。ね、やっぱ、方言で話してたら可愛いなーってなるもんな、絶なる、なる、なる。対。何弁が好きですか？自分が話すとしたら。うわぁ。何弁だろう。まあ、でも僕ね、広島弁喋りたい。広島ジャケ、弁？ジャケって。ジャケ、なんとかジャケ。そう、なんとかジャケ。なんか好きな漫画がね、広島のお話で、ジャケって言うんだけど。そうそう。ジャケ。そうそう。ジャケっなんていか、う。めっちゃかわいい。ブチなんとかジャケみたいな。そう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 、そんな感じ。福岡とかもね、あ、福岡、博多と福か、岡しゃべる。なんそう、とか、いいよね。めっちゃいいですね。けん。バリなんとか、とか、なんすか、なんけとん、みか、たいな。ゲーン。いいな。いいなぁ。そうそうそう。ドラマの話からそれちゃったけど。だいぶそれただいぶ、ね。ロッキンあたりからだいぶそれてた。ロッキンのせいかもしれない。ロッキンのせいでそれたね。まあ、3話はね、見どころは、なんか3話って展開が多いから、いっぱいある見どころが。ね、やっぱ3話ね。難しいな、1個見どころを紹介するとしたら。どこだろうな。いやー、これね、終わった後だったらもうめちゃめちゃあ、語そう、れるんだけどね。ここでって言いたもういけこうでど。こうで、こうだったよね、みたいな。いや、難しいよね、ネタバ難しレいです。をかわしまあなね、がら。ほんと、すぐ言っちゃうから、口軽くて、だから気をつけてるんですよ。口軽くてすぐ 言っちゃい、本当に、最近前のとか言いそうになる時あるから、本当に気をつけてるんいですよ。やー、マジで気をつけないとね。絶対頭使って話すようにしてるんですよ。3話、いいぞ。3いい話はぞ、いいいいぞ。ぞ。いいぞ。2話も良かったけど、3話もいいぞ。そう、予告でギュッとしてたね。だって、そう、ギュッとしてましたね。あんまりさ、これまでこういう、ギューする、みたいな。まだね、ちょっとこう、結構ピュアピュアだったからさ、ずっと。まあ、なんか、後ろからこう、抱きつくとかあるけどさ。でも、ね、まあ、予告でも出てるんであれですけどね。まあ、抱きついてましたね。正面からねえ、抱きついちゃって。あそこのシーンとかも楽しみにしといてほしいですね。楽しみですよ。そこは、雨宮とかはいなかったから、撮影したの見て、ちそうだょっとよ準備ね。して。まあ、撮影してた時は、めちゃめちゃ暑かったです、あそこ。本当に、最近やっと涼しくなってきたから、今ぐらいに撮りたかった。ねえ、今だったら今だ全然かくらん、喜んでいける。喜んでカーディガン喜着る。んでカーディガン着る。たまにも寒いもんね。寒い最近。僕さ、天気予報見ないのよ。一切。一緒です、マジ。マジで一緒？で一も緒そです、の日本朝起当に。きて、もうこの感覚、朝起きて、今日は、今日寒いとか、今日は暑いって、もう予想を立てて家に出るからさ。なんめっかめちゃ。ちゃめちゃ真夏日なのに、なんかトラックジャケットとか着ちゃったりした時とか、マジ地獄。確かにそれ地獄。めっちゃ寒いのに T シャツで出ちゃった人がね。でも、あー、大俺変。も、天気予報見ないから、夏にそのエアコンをつけてたのを忘れてて、今日寒いじゃんと思って長袖で外出たりとかはよくしてた。ちょっと待って。自分でエアコンつけたのに、今日今寒い日寒かいじら、ゃん。寒いじゃんと思って。やばい、やばいな。結構重症だったわ、じゃあ。いや、マジでね。マジで。雨の日めっちゃ困るよね。めっちゃこれ、傘持ち歩かないからそう。ほんと困りますね。でもね、僕はね、いつも日傘持ち歩いてるからね。いざとなっいざ。たら、日傘差してる。確かに。健太郎君とか、レオ君とか日傘持ってたから、そうね、たずっまに入れてもらってと。た。日傘毎日持ってるね。日焼け止めがね、ちょっとね、あんま得意じゃなくてね。乾燥するからね。だから、なる日焼けべ止め乾く。燥するんだ。だから、なるべく日傘で。じゃ だって、エゴサしエないゴでサ。天気予報見る。
エゴサしてる暇あったら、今日は見とけ。ごもっともすぎて鋭いツッコミをいただきました。ありがとうございます。いいね、いいツッコミだった。いいツッコミだった。そうそうそう、あんまりやっぱ僕らを甘やかすのは良くないと思う。もう本当にこの2人、この2人結構しっかりしてくれないとね。そう、エゴサの時間1分減らして、ね、天気予報に、天気予報見ます、うん、お、ね、そうね、うん、30分、40分までとかにしますか。あ、もうそんな経ったんだ。そうですね、そう、もうあって今36分の結構やったよね。前回何分ぐらい？結構やったっすね。前回2、30分ぐらいかな、たぶんしか。おー、うん、じゃあ結構長いね、今。結構長い。うん。いい感じ。あ、これなんかさ、ももちゃんやるよね、よく。あ、困ったらこのポーズ。TikTok とかで。TikTok めっちゃ見てるよ、ももちゃん。嬉しい。うん。この前、最近のやつも見たよ。ないんですか？ TikTok ね、やんないね。うん。うん、僕も TikTok やってた頃あったけどね。めっちゃ昔。この仕事。あ、そうなんだ。ちょっとやる前。ああ、本当に、本当に前だ。ちょっとだけやったことある。でもあれですよね、番組とか、それこそドラマとかでも TikTok 撮るから。うんうん、あ、そうね。最近はね、うん、やっぱどこも宣伝で TikTok 使うからね。すごいよね。え、君には届かない TikTok 面白いですよね、マジで。ね、めっちゃ面白い。面白いですよね。俺好きなんですよ。すごいよね。君には届かないの SNS 全部ね、おもろいのよ。うん、めちゃめちゃ。面白い。うん、あ、待って、毎朝、ハッシュタグ前田健太郎で天気つぶやこうかなって。え、めっちゃいい。見てください。めちゃめちゃ助かる。いや、本当にね、僕、天気予報見れないからね。本当に助かる。うん。で、それは。いやー、マジで。で、皆さん、朝は、毎朝、前田健太郎か健太郎って入れて、天気をつぶやいてください。いいっすね、ファンの子みんな。よろしくお願いします。今日も健太郎が雨に濡れないように。今日は傘持ってってね。傘持ってってね。いってらっしゃい。今日は寒いから上着着てってね。いってらっしゃいって。めっちゃいい人ファンの子。マジで。本当になんか、やだ、生活できない子みたいじゃない、ちゃんと。もうしっかりした大人になるっていう、僕24歳の目標は、しっかりした大人になるっていう目標があるから。ええー。やっぱもうね、24歳、子供じゃないんですよ、ももちゃんは。若いけど。まだ21。でも、もう21なんだ。いや、もう21ですよ。ねえ。うん。そうね、ももちゃん。ね、僕ら実はね、もう何年も前から知り合いですから。実は、もう10代の時からね。10代、僕も10代だった、その時。あ、そうですけど、俺が18歳。18歳で、俺が15歳か6歳だったから。そうだよね、うん。からのね、すごい。縁があって。縁があって、はい、ま、20代でも。ねえ、うん、まさか。だからもう6年目っすよ、僕ら。確かに、6年目。はい、桃太郎、実は6年目です。6年目です。ちょっと待って、嘘の天気予報つぶやこうかなって言ってる人いる。あ、こら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 。まあでも、嘘の天気予報つぶやかれるかもと思ったら、自分で確かに見るかもしれないね、天気予報。自分で見る習慣つける。あ、多分ね、あれだ、本当にしっかりした大人になれるように、多分厳しくしようと思って、多分そうやってしてくれて、出るのかな、きっと。っていうことにしておきましょう。ね、甘やかさないよね。そう、甘やかさないようにね。ねえ。いやー、本当に、うん。自分で見なさいって、みんな厳しくなってる。確かに。じゃあ、はい。もう、僕らはしっかりと朝、はい、天気予報を見てから、家を出るということで、今回、はい。締まり方、これでいい？うん、とりあえず、今年度は、あと2ヶ月は、ちゃんと、朝、天気予報を調べます。天気予報を見ます。はい、見ます。明日雪だよ。嘘つけ。それは嘘。ああ、もう、うん、な、
れ？これ何の配信だっけ？今あ、あれ？あ日。あれ？あ、趣旨ずれまくっ確か、てた。放送の日だから配信だよね、今日は。今日はドラマの見どころを話すはい。そうそうって。全そう。なので、皆さん、本日ね、20何時？ 5 時？然。25時3分。3分から、君には届かない放送しますので、第3ぜ話です。ひ、第3話、ぜひ見てください。願いします。あと、天気予報も見てねあ、見てね。おすすめのあったら教えてね。おすすめの天気予報のサイトを送ってください。あ、送ってください。アプリ入れます。はい。ではでは、お天気配信、これで終わりたいと思います。ありがとうございます。はい。皆さん、ありがとうございましありがとうごた。ざいました。バイまバーイ。たね。切ります。はーい。はーい。